さぴフィッシング。オーラコモエスタス、私マルノミのささぴと申します。どうぞよろしくお願いします。千葉県は保田漁港、国丸さんの経路乗船案内をしたいと思います。立山道巨南保田インターチェンジからのルート案内をしていきましょう。それでは早速保田インターチェンジを降ります。突き当たりを左折、こちらから3分で漁港に着きます。踏切渡ると突き当たります。この突き当たりを右折すると2分で一番近くのコンビニセブンイレブンがございます。左折すると保田漁港、だいたい同じぐらいの距離ですかね。それでは左折して漁港に向かっていきましょうかね。橋を渡る、そしてもう一回橋を渡っていきます。はい、2個目の橋を渡ったら気をつけてください。はい、四角い白い建物右折です。港の横をずっと走っていきます。こちら到着でございます。こちらが駐車スペースで、こちらの中をマリーナの中を入っていくんですが、待っていると門が開いて入れるようになるので進んでいきましょう。道なりです。進んでいくと突き当たります。突き当たりが乗船場になっております。トイレですね。トイレ、嬉しいトイレがございます。おかみさんが来てなければこちらで待ってるのもありですね。ここで荷物を下ろして駐車スペースに戻り、歩いて戻ってきます。そしておかみさんが来ていたらここで受付開始でございます。まとめまして、釣り座、電話受付順、電話受付時に右舷何番左舷何番とお伝えください。駐車スペースはあり、集合場所乗船場、支払いは乗船場で受付支払い、先払いでございます。氷は粒タイプ1袋無料。トイレは女性も安心して使える、洋式水洗が1箇所、男子用が1箇所でございます。そんでこんなで皆さん分かりましたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良いと思ったらぜひともグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。この動画を見てあなただけが釣れますように。チャオ。